この動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回の動画は、前日の試合でグループ D の日本代表はインドネシア代表を3対2の勝利を収めたため、日本代表は2位通過となっていた。そのため、グループ E の1位通過のチームが決勝トーナメント1回戦で日本代表と対戦することが決まり、3つともへのグループ E の試合は注目されていた。韓国代表との日韓戦も予想される中、韓国代表がマレーシア代表と引き分けたことで2位に、バーレーン代表がヨルダン代表を1対0で下したことで、バーレーン代表の意気通過が決定した。バーレーン代表はまさかの日本代表との対戦になったことに、様々な声が上がっている。試合後にバーレーン代表のモハメド・ワデルは、韓国とヨルダンを退けて、僕たちの歴史上初めてリーダーの資格を得ることができて大変嬉しく思う。次のラウンドではライバルである日本戦でも同じようにプレーするつもりだと語っている。またバーレーン代表がグループ首位となり日本と対戦することを後悔しているかどうか質問されると、勝ちたいと思っているが日本相手に男らしく負ける方が逃げ出すよりは良い、フェアプレーであり続けたいと思っているし、僕たちはそうしなければならない。日本との対戦から逃げるつもりはなかった。僕たちに対するヨルダンのパフォーマンスや、もう一つの試合で韓国がマレーシアと引き分けたことについて、意図に立ち入って話すことはできない。いずれにせよ、僕たちは全ての試合で勝利することを望んでいる。日本は優勝候補だ。しかし、僕たちは努力する。イラクは日本に勝ち、ヨルダンは韓国と引き分けた。また、前回のワールドカップでサウジアラビアがアルゼンチンを破ることに成功したことも忘れることはできない。と述べた。バーレーンは強敵日本代表との試合に全てをかけて臨んでいくことになりそうだ。バーレーンのピッチ監督は試合後に次の対戦相手が日本代表に決定したことを問われ。日本のレベルは非常に高い。彼らは高い個人スキルとポテンシャルを持っているが、我々は選手たちの集中力を信頼している。勝ち進めることを願っていると日本戦について語った。グループステージではマレーシア代表に勝利した状態で最終節を迎えたが、どの試合も大変だったとコメント。日本をリスペクトしながらもチームはやる気に満ちているという。我々にとってはどの試合も難しい。グループステージは我々にとってとても困難だったが、戦い、勝利し、突破することができた。次に日本代表が相手なのは予想外だったが、私たちはどのような状況も突破できる自信がある。もちろん、日本代表は選手が全員が優秀で、アーセナルやリバプールなど、ヨーロッパのリーグでビッグクラブでプレーする経験豊富な選手がいるが、我々はチームに関して楽観的でもある。我々のチームには高い士気があり、団結力がある。我々は全てのチームを心からリスペクトしている。我々はここまで計画を着実に実行し、勝ちたかったので勝ち点3を獲得した。今は回復して、次の試合について考えなければならない。日本は強敵だ。と、望んだ通りの結果だとし、日本戦に向けて準備すると誓った。ところがバーレーン代表はそんな第一番を前に緊急事態が発生している。 AFC の発表によると、グループリーグ初戦の韓国との試合の後にハザガリから採取されたドーピング検査の検体に禁止物質が混じっていることが確認されていた。アンチドーピング規定に従った最終決定が行われるまでの間、全サッカー活動禁止処分が暫定的に下されている。ハザガリはバーレーン代表通算5試合のキャリアながら、昨年秋の北中米ワールドカップ、アジア二次予選から主力に定着した左センターバック。処分が決まる前に行われた初戦の韓国戦、第2戦マレーシア戦に先発出場していた。処分後、
25日の第3戦ヨルダン戦は登録メンバー外となっていた。この他にもドーピング検査に違反している選手や関係者がいないか、AFC はバーレーン代表団への詳しい取り調べを進めているという。バーレーン代表はヨルダン戦の勝利により、31日のアジアカップ決勝トーナメント初戦で日本代表と対戦することが決定。試合までに処分が明ける可能性はないとみられ、痛い戦力ダウンとなりそうだ。バーレーンとの試合が決定し、次の試合に向けて準備を向け動き出した日本代表だが、インドネシアとの試合後に森保監督がベンチで見せた行動に大会公式 SNS が注目すると、海外ファンからなんてエレガントなチームと熱視線が注がれている。2011年大会以来通算5度目の大会制覇に向けて日本のさらなる躍進に期待がかかる中、アジア杯公式 SNS はインドネシア戦で白星をつかんだ直後の日本ベンチに脚光。映像の冒頭に収められたのは勝利を見届けた後の森保監督が選手一人一人と握手を交わすシーンだった。指揮官はベンチ前で選手たちをねぎらうようにして勝利を祝福、選手たちへ感謝の気持ちと最大限のリスペクトを送る森保監督のパーソナリティがうかがえるような場面には海外ファンも注目した。 SNS 上にはなんてエレガントなチーム、尊敬などの声が集まり、指揮官の品位ある行動に熱視線が向けられていた。ここからは今回のニュースに関してのネット上の反応を見ていきましょう。森保さんのこういうとこ大好きだ。 WBC で栗山前監督が選手に試合をしてくれてありがとうって言ってたんだよな。当たり前だし、選手も自分の希望で試合してる。だけど試合ができること、このチームで全力でプレーすることは必ずしも当たり前じゃない。全てに感謝、いつも忘れずに。今代表の選手たちは子供の頃から海外経験も多く、勝負に対する覚悟がしっかりしている。勝つためには何が必要かをそれぞれの選手が自分なりの考えのもとで所属と代表とでやるべきことができているのだろう。そのあたりを苦労と思わず爽やかに体現できる若い選手が本当に増えたと思うし、森保監督は相当なリサーチと有能なスタッフを揃えて最新のサポートをされているのだと思う。近い将来の視野にワールドカップの優勝を見据えて。いろいろと予想外の展開はありましたが、日本は最低限の結果だった決勝トーナメント進出を果たしました。ここからは過密日程での試合が続いていくことになるので、全ての試合に勝って優勝を目指すことを考えつつ、ターンオーバーを行っていくことが求められます。戦力だけで見ると今回の日本代表はアジアカップ優勝できる力がありますから、負けることが許されないここからの連戦でどのような選択を森保監督はしていくのかに注目が集まります。その一方でまさかの対戦相手になるバーレーン、普通に戦えば日本が負けることはないと思いますが、完全アウェーでの試合です。会場の雰囲気が選手の勢いを飲み込んでしまうことがありますから、何が起こるのか分かりません。しっかりと準備は進めつつ勝ち切ってほしいですね。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよければチャンネル登録と動画にいいねをしてくれると今後の動画作りの励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。